世代を超えて憩い集う音楽会、ユータプレゼンツいい天気ショータイムボリューム98納涼編。2021年8月22日、こんにちは。いい天気ショータイムを主催している作曲家ピアニストのゆうたです。いい天気ショータイムは、毎月第4日曜日14時から、憩いというですね、富山市海岸通りにあるフリースペースで行っていたイベントなんですけれども、まあ、昨年の4月ですね、新型コロナウイルスの、影響等ありまして、今配信でお届けしています。今日もこちら音夢の事務所の方からお届けしております。さて、毎回1曲ですね、最初に演奏してるんですけれども、今日は8月ということで、8月をイメージした曲「愛の風」を演奏したいと思います。この曲はですね、12の風景という組曲、僕の組曲があるんですけど、4月から翌年の3月まで12ヶ月を12曲で表現した曲集、その第5曲ですね、8月の曲「愛の風」、お聴きください。愛の風聞いていただきました。先ほども言いましたけども、12の風景という組曲なんですけども、昨年の4月に CD をリリースしまして、はい、こちら、組曲12の風景、今ピアノソロで演奏したんですけれども、この CD の特徴として、皆さん環境音楽、まあ、アンビエントとかって言ったりする、まあ、ジャンルなんですけれども、特徴として、鳥の声とか、今の愛の風とかだと、波の音とか、あとこう海鳥の
鳴き声とかね、秋の曲だったら、虫の鳴き声とか風の音とかが入っていたりすると、まあ、春だったらこう水のせせらぎとかね、うん、そういうのが入ってたりするんですけども、あとシンセサイザーの滝沢菊乃さんと一緒に、ピアノプラスシンセサイザープラス、その環境音ですねを組み合わせたこう CD になっております。まあ、どちらかというとこうなんですかね、リラックスしたい時とかこう家におうち時間とか今結構長いと思うんですけど、そういう時にこう、まあ、家にいながら、こうどっか旅をしているようなそんなイメージを味わいたい時とかにね、こうおすすめの CD になっております。音楽配信サイトね、iTunes とか Spotify とか、Apple Music とかそういうところでもダウンロードできるようになってますので、またあの YouTube の説明欄の方に貼り付けておくので、よろしければご覧ください。さて本日一組目のゲスト、シンガーのゆりさんです。ゆりさんとはですね、まだ5年ぐらい前ですかねに、知り合って、まあ、ライブ活動を、ね、してたんですけれども、まあここ、2年とか2、3年ぐらいですか、ちょっとお休みしてまして、でまたちょっとこの、まあ、今コロナ禍ではあるんですけども、こういう配信とかでね、また一緒にやろうということで、今日が、復活というか初ライブということになりますかね。それではゆりさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中の温もり。
いただいたのは巡り合いという曲になります。改めてゆりと言います。しばらく活動を休んでいて復活ライブと言っていただいてはい、なんか復活してきました。おめでとうございますありがとうございますすごく歌なんかしばらく歌っていてお休みしていたらやっぱり
歌が歌いたいなってすごく思って、何回も思って、ゆうたさんにでもなんかずっとお休みしてたのにどうしようかなと思いながらも、あの歌いたいんですって言ったら快くどうぞって言ってくださったのではい、そしてなんか素敵な歌をこう、あのこれどうですかって言って歌わせていただいて、とても感謝しています。ありがとうございます。はい、じゃあ、2曲目は、次の曲なんですけど、神田ニコリさんのカバーで魔法の言葉です。八尾町を舞台にしたロゲーニングというスポーツの PR 動画の背景曲になっています。ではお願いします。気持ち全部
次の曲は夜空に輝く君と私という曲です。この曲はゆうたさんから作詞をしてみないかと言っていただいて、そんなやってみたかったけど、そんなしてもいいのかなと思いながら、すごくありがたい言葉だなと思って作詞をしてみた曲です。ゆたさんにいっぱい直してもらったり綺麗に曲にまとめていただいたんですけど、この曲は、自分の夜空とあと出会いをイメージしたり、なんかこう自分一人だとなかなかできないことってたくさんあるけれど、誰かに出会うことで自分の輝きって、自分の良さとか自分の持ってる魅力とかをこう引き出してもらって、そして自分輝けるなっていうような、これもこの歌の活動もそんな風に私は感じていて、自分一人だったら何もこう人前で歌ったりとかできる自分じゃなかったんですけど、ゆうたさんと出会って、ゆうたさんがこういう風により良い日にしてくれたりとかいろいろしてくださると、なんか自分の持ち味を生かして歌うことができて、なんかそういういろんな出会いとか、こんな世の中さえっていう言葉が出てくるんですけど、ちょっとコロナのこともイメージしながら、でもこう今いる近くにいる大切な人をこう聞いた人がみんなそういう人を思い浮かべながら、その人たちがいるだけでなんかすごく幸せだなって思ってもらえたらいいなと、はい、思っています。では聞いてください。
最後の曲になります。最後の曲は希望の架け橋です。ゆうたさんにご紹介していただきます。はい、希望の架け橋はですね、もともとインストルメンタルで、2014年に、ゴールドコンサートというコンサートで楽曲賞をいただいた曲なんですけれども、この曲 YouTube で今配信されてるんですけれども、東北地方をその2014年の春に旅しまして、で、東日本大震災のあった地域、宮城と岩手を、旅して、その現地の空気を吸って感じたこととか、その現地の人の、話を聞いて、本当に食堂のおばちゃんの話だったりとか、ご飯食べに入ったところでたまたま出会った若い、女の子とかのそういうなんか話とかを聞きながら、震災という、当時まだ3年しか経過してなかったので、まだまだ復興に程遠い状況の、町とかをこう巡りながら、音楽でこう何かできないかなということを考えていて、ではこの曲を発信して皆さんに希望を届けていこうと。で、いろんな震災もですし、例えば台風とか今なんかコロナで、大変な思いをされている方、亡くなられた方とかね、いらっしゃると思うんですけども、そういう、状況の中で希望をですね、この曲を聴いて感じてもらえたら嬉しいなと、そんな思いで書いて、でそのインストルメンタルに歌詞を載せて皆さんにこう希望を届けていきたいなと思っていつも演奏してます。Oh.
はい、思っています。ということでね、まあ、こちらの音夢のチャンネルの方でもまたミュージックビデオとか、またこちらのね、いい天気でもぜひ歌ってほしいなと思うんですけれども、はいはい、そういったところをまたチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということでシンガーのゆりさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。サウンドギフト音の泉。さあ、恒例の音の泉やってまいりました。初めてご覧になる方のために説明したいと思います。音の泉というのはですね、皆さんからこうお題を何かいただいて、で私ゆうたが即興演奏でそのお題を表現し、この曲にして表現していく、そういうコーナーなんですね。まあ例えば今まででしたら、そうですね、例えば動物とかでもペンギンとかね、そういうのがあったりとか、思えば義理人情みたいなコーナー、感情的なものがあったりとか、あと、まあ風とかね、水とか、そういうのもあるし、コロナ駆逐とかいうのも最近はありましたね。はい。それを、まあ僕がこの場でバッと曲にして、皆さんに CD でプレゼントするというね、そういうコーナーになっております。さあ、いつも3つのお題をね、やってるんですが、今日も行ってみましょう。それでは1つ目のお題よろしくお願いします。たくさんね、いつもいただきましてありがとうございます。前はどん底とか、その前、その次は復活とか確かだったと思うんですけど、今回は家族か、ちょっとなんかあったかいイメージでそうしようかな。じゃあ家族。Thank you.
はい、たくさんからいただいた家族お聴きいただきました。さて行ってみましょうか。本日2つ目のお題よろしくお願いします。ウオスの K さんからいただいたホタルイカこれは難しそうだぞ。ホタルイカ、ピカピカ光ってる。あ、そっか、ピカピカ光ってるね。うん、ピカピカというか、うん、そんなイメージでいこうかな。ホタルイカ、まあね、富山といえばまさにもうこのホタルイカ名産品ですからね。ですね、これちょっとわら話というか、以前もうだいぶ昔なんですけど、小学校3、4年生だったかなぐらいの頃に、あのディズニーランドに家族で多分行ったんだと思うんですね。で夜ホテルのレストランで食事したんですね。で、あのステーキ屋さんだったかなかなんかだったと思うんですけど、こういろいろこう出てくるあのコースの中にホタルイカがあって、これ今日富山から届いた新鮮なホタルイカなんですって言われて、あー家族みんなで心の中でうちは富山から来たんだよなってすごい思いながら食べて、でもすごいなんかそのシェフの方がすごくもう自慢されてて、なんかすごい思い出に残ってますね。すごいなんかで、もう富山のこれ本当に宝石、海の宝石みたいな感じですね。じゃあそんなイメージで行ってみたいと思います。ホタルイカ、thank you.
ホタルイカ、まあね、ホタルイカといえばもう夜、夜中ですね。昔、ちっちゃい頃、家族でホタルイカを取りに行った記憶があるんですけど、もう朝もう眠いのを我慢してね、本当朝の3時4時とか、はい、そんな記憶がありますね。はい、それでは、3つ目の今日最後のお題ですね、よろしくお願いします。ハンドウサギコアラさんからいただいた夏の海。まさに夏の海といえば今ですね。まあちょっとね、今お盆過ぎちゃったのであまり海水浴っていう感じじゃないとは思うんですけど、昔よく海水浴行きましたね。でお盆過ぎちゃうとこうクラゲが出てくるとね、よく言ってあれですけども、ほんと毎日のように行って、もう肌がチリチリに焼けて、もう皮がめくれてきて、もうすっごい痛いっていう、そんな感じのすごい記憶が残ってるんですけど、まあ貝を取ったりとかしてね、美味しいんですよね。この海でから上がった後に食べるおにぎりとかめっちゃ美味しいんですよね。じゃあ夏の海行ってみましょう。夏の海こうね、にぎわってるような海の浜、砂浜でにぎわってて、まあ、海の家とかねでこう楽しく食べてたりとか、なんかそんなイメージで演奏してみました。ということで今日は、たくさんの家族、そして何でしょう、あ、そうそう、ウォーズのケイさんからのホタルイカ、すいませんでした、と、パンダウサインコアラさんからの、夏の海、この3つですね、この3名の方には CD でプレゼントしたいと思っております。音の泉、1.1 ショータイムでは音の泉のお題随時募集しております。まあ素敵なお題、まあ、こんなお題で言うと困らせてやるかっていう、そういう挑戦でももうどんどん受け付けております。さあ、宛先はメールで info@otoyume.com
info@otoyume.com、 投稿者ペンネームとお題を添えてお送りください。皆さんからのお題をお待ちしております。さあ、2組目のゲスト、女性シンガーの泉さんです。まあ、泉さんはね、最近あのミュージックビデオの方ですね、いろいろと、月に1回ですね、1日に音夢のチャンネルの方でも公開しているので見てくださった方もいるかもしれないですけど、今日はライブで演奏してもらいたいと思います。それでは泉さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Yeah.
ありがとうございます、はい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、泉と言います。泉という名前の、由来は、泉という音の響きがすごいいいなと思ったのと、あとはあの湧き出る泉のように自分の歌声を聞いて、いろんな気持ちに皆さんがなってもらえたら自分も嬉しいなという思いでつけました。はい、はい、次の、曲なんですけれども、次は光と、影という曲になりまして、ゆうたさんが作詞作曲されてます。この曲は、どんな思いで作った曲ですか？そうですね、まあ素直に生きていきましょうっていうのが、まあ、一言で言えばね、うん、そういう曲なんですけれども、うん、まあね、いろいろとこういいこと悪いことはあるんですけど、大体悪いこととかこうなんか失敗とか、うん、自分が間違ってるんじゃないかっていうことを起こした時に、大体人間って逃げてしまう傾向があると思うんですね、うん、だけど、まあ、その逃げてもその場しのぎにしかならないから、結局それがね問題解決にならずに、次また同じことが起きた時とかに、こうそれが元でこう大失敗を犯してしまうことにつながっていくというようなことで、まあね、あのこう向き合うのはなかなか勇気のいることなんですけども、そのね、ね、現実とこう向き合って、そしてそれを受け止めてこう消化してというかね、はい、そしてあの光と影両方こう自分なんだということをこう自分の中で認めてこう生きていけば、きっと幸せな明るい未来が来るんじゃないかと、そういうような思いを込めた曲ですね。はい、はい、結構直接的に今のメッセージを歌詞を通して伝えているので、歌詞の方にも注目してもらえたらなと思います。それでは聴いてください、光と影。その場しの
という曲なんですけれども、これはゆうたさんから、この曲歌いますかっていうお話をいただいた中で一番最初に今回歌いたいなと思って決めた曲です。で、歌詞の内容は結構大人っぽくて、ちょっと私の精神年齢というか私の実体験とかそういうものではちょっと計り知れない、こうちょっと妖艶な世界観になってるんですけども、そういうところに憧れを抱きつつ、ちょっと酔いしれた感じで歌いたいなと思いますので、歌詞の方にも注目して聴いてください。水色の心。Thank you.
曲になるんですけれども、最後の曲は明るい曲を、選ばせていただきました。これもゆうたさんの作られた曲なんですけれども、マリンブルーという曲で、夏らしい、ウキウキした、歌詞と、ウキウキしたメロディーがすごくなんてテンションが上がるような、曲になっているなと思うので、私もいろんな声を出していろんな曲を表現できたらいいなっていうふうに思ってるので、この曲はすごい明るさを意識して歌いたいと思いますので、ぜひ聴いてください。マリンブルー。流行る気持ち胸を焦がす時め
教えてもらえますか。そうですね、6歳からピアノをしてたのが始まりで、そこからなんか吹奏楽で人と合わせる楽しさを知って、はいはい、でなんかバンドをしてこう人と合わせる楽しさプラス歌うことの楽しさを知って、うん、ずっとやってる感じですね。なるほどね、うん。まあ、歌はこうどうして歌だったんですか。そうですね、やっぱり自分自身もその世の中にある曲にすごい励まされたりした経験がすごい数多くあったので、はい、なんだろうな、その歌の持ってるパワーっていうのはすごいなと思っていて、まず、はい、で自分もなんか歌ったりすることで元気になったりもしましたし、はい、今度はすごいささやかだと思うんですけど、その自分の歌声で元気になったり癒されたりする人ができたら嬉しいなと。なるほどね。はい、はい。泉さん、先ほども紹介したんですけど、毎月今1日に音夢のチャンネルの方で、ミュージックビデオを、ね、はいはい、出してますね、はいはい。今日は8月の22だから、また9月1日にも新しいのがね、うん、出る予定なので、はいはいはい、ぜひ見てほしいですね。はい、ぜひ見てください。はい、じゃあ今後の活動について教えてください。はい、今後も、はい、こんな風に曲を披露していきたいなと思ってるんですけども、はい、加えて、今度自分が、作詞をして、はい、ゆうたさんに作曲をしていただいて曲を作りたいなって思ってます。はい、これね、僕の歌詞っていうのもあれですけども、まあ、こういろんな人とコラボして、特に今日泉ちゃんがどんな歌詞を書いてるのかっていうのが、ね、すごく楽しみなので、はい、またそちらもね、次の2点期か、まあ、ミュージックビデオか分かりませんけど、ね、楽しみにしてください、はい、ということで、シンガーの泉さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いい天気ショータイム100回記念スペシャル企画。毎回紹介しておりますこのいい天気100回スペシャル企画、10月でいい天気ショータイム開催100回を迎えるにあたって、皆さんと一緒にねこう楽しめる企画をご用意して、昨年からねずっと募集してまいりました。4つあったうちの、2つはもうちょっと募集終了しました。歌詞、記念ソングですね。いい天気ショータイム100回記念ソングを作るにあたって、歌詞と
あとそのボーカリスト、これ募集していたんですけど、この募集は、7月31日で終了となっております。この結果発表はまた後日、このいい天気の方で行いたいと思っておりますので、お楽しみに。さあ、残り2つの企画の方はまだ募集しておりますので、ご紹介していきたいなと思います。1つ目、いい天気100回記念、100にまつわるいい話いい思い出募集ということで、まあ、100というこの数字ですねにまつわる、まあ、何かエピソードですね、まあ、腕立て伏せ100回しましたとか、まあ、テストで100点取りましたとか、まあ、何でもいいんですけども、100というこの言葉にですね、かけて何かこう皆さんのエピソードをお寄せいただければと思います。で、このお寄せいただいたエピソードを、先ほどあのピアノの即興演奏をしましたね、あの音の泉という、あの音の泉でその皆さんからいただいたエピソードをこう表現して、このいい天気の中でね紹介していけたらなと思っています。さあ、もう一つの企画、いい天気ショータイム100回記念でこんな企画をやったら面白いんじゃないか、こんな企画をやったら絶対みんな面白いから見てくれるんじゃないかという、そういう企画をですね募集しています。ね、あの先ほどの音の泉にかあのしてもそうなんですけど、まあ、我々イベントを企画しているとなかなかねこう面白い企画というかアイデアがねこうなかなか出てこないことがあるので、皆さんから、こんな企画やったら面白いと思うよっていうあの企画をですね、大募集したいと思っております。その中からこう一つ選びまして、いい天気100回記念企画としてですね、実際にあの行いたいと思っています。皆さんから、この2つですね、いい天気100回記念、100にまつわるいい話いい思い出募集、そして、こんな企画をやったら面白いんじゃないかという、企画のアイディア募集、この2つまだまだ募集中ですので、どしどしお寄せください。あ、それでこの企画をね、出していただいた方、一つだけ選ばせていただいて、その一名の方には、事務局の方から、商品が送られることにもなっております。さあ、宛先、メールでお送りください。info@otoyume.com info@otoyume.com こちらまでどしどしお寄せください。皆さんからのご応募お待ちしております。いい天気ショータイムボリューム98いかがでしたでしょうか。でこちらのいい天気ショータイムの方では、上澤純一公式レポーターが毎回このライブレポートをですねブログに掲載してくれています。で、あのライブの様子はもちろんなんですけれども、そのライブで出演した出演者の情報ですね、まあ、例えばリリース情報だったり他のライブ情報だったりとか、そういうのも取り上げてくれたりとかしてますので、こちらの方でも情報チェックしていただけたら嬉しいなと思います。来月の出演者というか、来月は9月の26日、また第4日曜日、午後2時から配信でお届けする予定です。今度ボリューム99ですね。出演者は、フルート奏者のふわりさんと、女性シンガーの橋本瑞穂さんです。またこちらもご覧いただければ嬉しいなと思います。さあ、最後にいい天気ショータイムテーマソングピースアドベンチャー、こちらをお届けして、おしまいにしたいと思います。このピースアドベンチャーはですね、あの50回、いい天気50回の時に、50人の人からこう言葉を集めまして、その言葉を僕がね全部つなぎ合わせて、作った作曲した、テーマソングです。いい天気ショータイム、お相手は作曲家ピアニストのゆうたでした。闇の向こう
土砂降りの